戦うブラジルタコ男、負けないファイトはこのトーナメント向きであります。リングスロシア、エメリアエンコ・ヒョードルです。後楽園大会には出場していますが、この大きな大会は初めてです。グローブの練習をしていると聞きます。柔道そしてサンボの重さ、ただしこの KOK スタイルは相当厳しいはずです。第5試合トーナメント B ブロック1回戦、5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー180センチ、91キログラム、ヒカルド・アローナ。赤コーナー182センチ、106キログラム、リングスロシア、エメリア・エンコ・ヒョードル。さあ、この試合なんですが、ヒョードルというのは後楽園大会に、ね、はい、確か出てるんですよね。そうですね、前回はですね、パンチのラッシュであっという間に沈めて、相手で沈めてしまったんで、はいはい、その、まあ、柔道サンボの実力が見えなかったんで、今日グラウンドになった時がちょっと楽しみですよね。いいナチュラル系のしっかりとした体を作っています。パッとこれいった、アローナの方からいった、あれが持ち味ですね。そうですね、スピードあります。首と、はい、おー、結局タックル、うまい、首取られてますね。下からヒョードル、上になっているアローナは、リングスマットではコピロフとジェレミー・ホーンに判定勝ちを収めています。アローナ、熊子さん、なかなか強い選手ですよね、はい、アローナ、上になります。アローナはですね、もうブラジルのトップチームが本当21世紀に向けてですね、はい、最強に仕上げてる選手。あ、これ首開いてる、首開いてる、首開いてる、首開いてるぞ、顔色が変わってきた。アローナちょっと苦しいぞ、苦しいぞ。冷静な顔でヒョードルが締めていきます。96年柔道ロシア選手権優勝、97年サンボロシア選手権優勝、並びにヨーロッパ選手権を制した。下になってるヒョードルが首を取っています。ヒョードルが外れた、外れた、外れた。よく首巻きバフしなかったですね、逆に素早く後ろバックを取っています。そしてちょっとこれはバッドポジション、いやいや、まだ絡みついたら離さないという、そのアローナ、ネチ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 と言っています。アローナに関してはですね、ブラジルのトップチームが本当に21世紀に向けて最も自信を持っている選手なんですよね。今セコンドにもついてますけど、ブラジルのトップチームのリーダー格であるマリオ・スペイキ、あの人はですね、もう本当この選手は強くなると、ブラジル一番強くなると言ってますからね。そんな太鼓判ですか、はい、後ろ離れませんね、離れません。一旦噛みついたら、フェイスか、フェイス、フェイスに腕がかかっています。このまま決めています。スリーパーだった、スリーパーだった、はい、ブラジルの柔術ヘビー級3連覇。いや、本当ね、鳥ぶちのように離れ、おっと、上になった、上になった、今度は上になった。野獣系ですよね、本当に。そうですね、ヒカルド・アローナ、噛みついたらもう絶対離すかというような感じが、はい、漂っています。オピロフとですね、今もうぐんぐん伸びてきているジェレミー・ホーンに勝ったわけですからね、これは大したもんです。ヒョードルはちょっと今自分の先ほど決め損なったのがちょっと致命傷になるかもしれませんが、そんな勢いで攻め込まれています。田村さん、どうですか、今のところの感想としては。そうですね、アローナの方はやっぱりポジション取りがすごい上手いですね、はい、両手、腕を組み合わせて胸に持っていきました。はい、まあ、このポジション取ってからの決め手がちょっと見ものです。そうですね、はい、21世紀のこのヒカルド・アローナ、ブラジルの一押し選手。おお、トトロ、腕を取りました。アローナは今でも強いですし、その素質もピカイチなんですけども、マリオ・スペヒに言わせるとですね、まだノゲイラほどこのルールに適応してないと言ってましたね。このルールでじゃあノゲイラが今現在はいいと。そうです、はい、体格もね、確かにいいですからね、ノゲイラはね。自分の名前を右肩に入れています、ヒカルド・アローナ、まだ22歳、まさにこれから21世紀に向かって、伸びていこうという選手でありましょう、この試合が20世紀最後の大会ということになります。リングス決勝トーナメントはもうすでに、来世紀ということになります。これで腕の、まあ、争いになっていますけれども、しっかりと自分のポジションはまるでロデオのように体勢を崩しました。しかしここで変わりました、入れ替わりました。さあ、ヒョードルが立ち上がって引きずり込みます。足かけていくんですよ ね。ヒョードルしてはもう先ほどね、しまったと思う感じがあったかもしれませんから、まあ、でもすごい表情が落ち着いてますよね、ヒョードルって、はい、
昔名前一瞬聞いた時にあの昔あのショートのヒョードルさんって言いましたよね、はい、こう近くで、はい、あの方なのかなと思ったらよく見ましたら名前が違いまして、こういう名前がおそらく多いんでしょう。ロシア柔道の、まあ、猛者と言われていますこのヒョードル。この冷静な試合運び表情というのはまた何かやってくれそうな感じがあります。ヒョードル、そしてアローナ、モトロックと右のストレート、ボクシングうまいですね。ねえ、タックルいった、ちょっと高いか、切って切ってますね、はい、今うまいまいったらヒョードルに対してですね。そうですね、はい、タックルの強さ、ここから押し込みが強いですね。若首か、さっきと同じか、首が離れません。今の逆立ちで普通なら切れるんでしょうね、多分話しませんでしたね。残り30秒取ってますよね、これね。そうですけど、アローナの方がサイド取ってますから、ここから何かこうひねるを加えて決めることはできないですか、田村さん。そうですね、ちょっと難しいですね。難しい。下半身をロックしないと首の方が決まらないと思うので。横に流れちゃってますね、はい。動きが速いですね。野獣系ですね、まさに。シャチャン、ゴーゴーチャン、ブレイクブレイクブレイク、これブレイク、第1ラウンド終了しました。なかなか力強い攻防ですね、はい、両者。2ラウンドにもつれ込む試合というのは今日はですね、すごい濃密な1ラウンドこなしてますね。そうですね、はい。ラウンド2、セコンド、セコンド。さあ、第2ラウンド5分間です。前に取って前に取って、ヒョードルというのも何かこう順応性を感じさせます。ここです。うまい、うまい、カウンター取りましたね。カウンター、いいカウンターですね。そう、うまい、うまい、うまい。カウンターは非常にいいものを持っています。あのタックル潰されるとあの厳しいですからね、アロマとしては。はい、アロマとしては密着したいでしょうからね。あ、来た、潜り込んだ。足は引っかからない、引っかからない。何を通した。押し込みますね、またアロマは多分取ってますね。何かこう相撲の格好のような感じになりましたが、ちゃんと首を巻き込んでます。この辺が違うところか。うまいですね。おお、左、おお、あー、いい、うまい。これは今紙一重かわしています。ちょっと若干の末、このまま続けばいいですね、はい、そうですね。タックル入ってる、潰してポイントを取り続けますね、はいはい。ヒョードルの決めは何でしょうか。やっぱり首系なんでしょうかね。おっ、パンチ前ですよね、うん、あの合わせるタイミングとかね、はい、抜群のものを持ってます。この人でもボクシングとは、あ、グローブの練習最近してると書いて ありますね、プロフィールに。もともとはそのロシアと、ロシアの柔道とサンボのチャンピオンなんですけども、このグローブ系の練習をかなり積んでるということでありますか。ブシャプロメイユ、リカード、プロメイユ、ダウンされました。でも間合い取るのうまいですね、うん、そうですか、はい、はい。あまりこれ、こういうスタイルでの戦いというのは経験しているという感じではないんですが、ここまで順応してきています、うん、でも経験すると思いますね。なんでしょうね、これだけありますもんね、はい、頭も良さそうですし、はいはいはい、このスタイルってやっぱりあの頭が良くないとできないですよね、回転が良くないと、まあね、まあ、おそらくロシアンファイトにおける頭の回転のスタイルですけどね。ロシアンアブソリュートの大会が出てるかもしれないですね。ロシアのバリズド大会ですね、はいはいはい、返しますね、返しますね、立ち上がりました。立つかな、立つかな。未知なるサンビストとこう歌われています。ヒョードル、お、そして明日アキレス腱だ。これで決まるか。さあ、締めます、締めます。足はきつい、決まらないかもしれないですね。これ決まってないか、あ、決まってるんですけど、どうですか。結構アキレス腱で我慢できちゃうんですよね。これは決まってるかな。これひねが入ってますね、ひねが入ってます。この体勢はいいですね。外れましたね。上になりました。下になったらあのヒョードルですけどもね、改めてプロフィール見直しますとね、リングスロシア代表のウラジミール・パコージンさんがですね、彼は大変の努力家で吸収が早い選手なんだと超えてますね。確かにこういう吸収力というのは感じさせます。対応がよくできているという感じがありますが、グローブでのトレーニングもめきめきと実力を伸ばしているという評価を与えています。9月の後楽園ホール大会初参戦、12秒 KO 勝ち、打撃のセンスを見事にそこで見せつけました。
ロシアの中で一番対応してるんじゃないですかね。おっしゃいませんね、はい、幼い頃からサンボと柔道をずっと続けてきているそうです。そのバー何でもあり系フリースタイル系の試合に出ているというのはちょっと引き込みすることができませんでした。あのなバランスがいいですね。あの何回も下から返そうとしてるんですけど、また返さないですからね。アローナの足がまたこういう形になりますとだんだん対応がここから先がスタンダップ。ここでプレーですか。今でもアローナこれから何かやろうとしたんじゃないですかね。十字行こうとしましたね。でもまあさしてアローナもあしょうがないかというような感じでブレイクに応じています。どちらかというとですね、あのアローナってものすごいスタミナあるんですよ。はいはい、もうとにかくスタミナとのタックルの力です。ヒョードルガード下がってますね。ヒョードル選手、あそうですね、ガード下がりましたね、はい、ちょっときつそうだな、はい、色ですね。ハイが入るかスタミナが入りました。左入ったか、左入ったか、左入りました。カウンター気味に入りました。上になりました。これわかんないですね。ねえ、これはどっちでしょうね。腹状を出しています。この辺りしっかり上になってポイントを取っておきたいところです。首絞めてるんですかこれ。いや今は休んでないですね。休んでるだけですね、はい、あ、締めてないですね。クードル入った、取った、さあこれが決めどころだ。最後の決めどころかもしれません。ヒョードル残り時間30秒、これ30秒です。入ってないようです。5分ぐらいですね、はいはい、ボブというとちょっと遠いですか。そうですね、はい、両足ロックできればいいんですけど、足を動かすという感じじゃないですもんね。このまま時間を待ちますが溶けてしまいました。アクション。これ判定ちょっと難しいですね、割れそうですよね。打撃で、あのそうですね、これどっちに振られてもおかしくないようなね、僅差ですよね。延長より判定を行います。延長もし決まらなかったらありますね。ジャッジ藤原20対20ドロー。ドローが待ってました。そうでしょうね。ジャッジ西20対19ヒカルド・アローナ、うん、アローナが取った。もう一人アローナが取れば、ジャッジ・大川20対20ドロ ドローです。延長に入ります。延長1ラウンドが付けられています。インターバルをいただきます。恐ろしいこの小柄じゃないんですけども、まあヒョードルに比べたら小さく見えます。180センチ91キロの中に無尽蔵のスタミナがあるという感じがします。さあ延長ラウンド、タンケさんかわしました。倒れません。こらえます。重たい腰です。重たい腰です。まるで横綱の受け稽古みたいです。ちょっと体勢が崩れ始めています。おお、膝、はい、うまいですね。アクション。ロープをうまい具合利用しています。どちらが。アローナの、ね、アローナが押し込んでる方が、はい、おっと当たり当たったか、当たってないか、当たってないか。いいですね、あの応用力が効く選手ですね。倒れませんね、これ強いですね。ヒョードルは何を考えているか。ヒョードルはスタミナをなくしてきているのは間違いないようです。あまり動きません。この、 あのロープ際とそのアローナが、はい、その迷子ロープを使って間を挟んでるじゃないですか、はい、だからロープの方にロープ際に体重を寄せることによって、はい、あの自分の有利なポジションを、ね、あ押し込むような感じですかね。なるほど、さあブレイクになりました。これ相手が波の選手だったら評価が出てましたね。ロックそうでしょうね、かなり強いですよね。おっと今うまい、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 つかんだ、つかんだ。紙一重の攻防が続いています。入ってくるとあっと今度かわされた。タックルは切られた、切られた。カウンターが炸裂ですが、あるいはタックルかという。タックルが強さになってきますね。そうですね、頑張れ頑張れ。これ面白いですね。タックルかカウンターパンチか。タックル入られるのときついですが、ロープ引き止めました。ロープ左、うまい、今度アローナが左ジャブをついた。
取ってますよ。上になった上になった。体重で15キロヒョードルが上回っています。それを浴びせました。おーでも小柄なアロナが起こしましたね。これアロナが、はい、パンチやればいいんですよね、であの印象点、印象点を取ると逆に下になっているヒョードルが叩いてますよ。これ腕狙いか、うん、ただアロナの性格からって一本狙ってくるでしょうね。あ、そういう性格なんですか、はい、かなり気性激しいですからね。はい、まあ、出ないと21世紀への、ね、ブラジルの秘密兵器とか言われないですよね。まあ、急戦法伸びていくだろうと言われています。このアローナ上になってます。ブレイクですか、これブレイクしてもいいかもしれないですね。まだこのラウンドは延長ラウンドしか、ここでもうすでに終わってしまうんですけれども、たっぷりと時間はあります。あ、ここでブレイクですね。これはいいですね、このタイミングでね、はい、さあ立って次のファーストコンタクト、どんな当たり方、あ、カットしてるんじゃないですか。鼻のブリッジのところですね、メガネのちょうどあのレンズとレンズの間がかかるところですよね。ちょっとフェイクが甘くなってきました。しかしヘッドスリップ見事です。されますね、タック。その前のパンチもかわしてからですね。あ、首入ってますね。フロントチョークか。今首を取ったままネックロックスリッパーか。スリーパーですね。スリーパーですね。これ入りかけてますよね。はい、入ってますね。何分ぐらい？5分。いや、今4分ぐらい。ああ、まだそんなもんですか。はい、この次の対戦引き込むか押し込むかで、ポジション取って首を取ったらもう決まるんですけど、ちょっと厳しいですね、今ね。おお、ついてきますね。左足ついてきましたよ。左足ついてきた。虹に寄ってきました。最初のナックを粘っこさが出てきています。アローナ。これはアローナがいい体勢を作ってますね。あのアローナポジション取りはいいんですけども、これってのないですよね、今のところ。残り時間1分。印象的にはアローナがいいですかね。そうですね、あのスタンディングの時にヒョードルが行きますからね。さあもう1回スタンディング、おー、これは OK です、これは OK です、オッケーなんですが、どの程度効果があるか。足をつかまれた。離れた方がいい。あえて注ぎ込みました。アローナこのトラップにかかっていきます。ヒョードル、あと30秒、残り時間30秒。アローナブラジリアンだけあって、そのポイントを取るのがうまそうです。ポイント計算もしたたかにしてるんではないでしょうか。ヒョードルは今チラッとなんか時計の方を見たのか。アローナもさすがのアローナも下がりですかね。頑張れ頑張れ、あれでかいですからね、やっぱりね。頑張れ、これほどついてくるとは思わなかったんじゃないですかね。ヒョードルロー、ロー行け、ロー、ヒョードルローという田村さんの声援ですが、タックルはもうちょっとスピードありません。さすがのアローナ、決めた。ここでゴング、首決めたところ、難しい、ね、難しいですね。これはどうでしょうか。ジャッジ大川10対9、エメリア・エンコ・ヒョードル、あ、ヒョードル、ヒョードル、一人ヒョードル。ジャッジ藤原10対9、ヒョードル、エメリア・エンコ・ヒョードル、あ、ヒョードル勝ちました。ジャッジ西10対9、エメリア・エンコ・ヒョードル、3対0です。エメリア・エンコ・ヒョードル選手の勝ちでございます。スタンドが勝利敗を分けましたね。なるほどね、スタンドポイントで取ったか。アローナはなんでというような感じで両手を広げています。これはね、でもしょうがないですよね。そうですね、まあ、延長ラウンドに限って言えばそのタックル嫌いほとんど嫌いてましたし、はい、あのアローナやったのはポジショニングだけですからね、はいはい、ここでやっぱヒョードルがあのスタンドでまあ打撃を入れていったと、でそしてタックルを切っていったというところがやっぱり評価だったんじゃないですかね。でも強い選手見つけましたね。そうですね、この選手は強いですね、まあ、中華のちょっとアローナが敗れたのちょっと信じられない気持ちです。はい、なるほどね。熊子さんそのショックが大きいようですが、でもこれ決勝にしても持ってきてもおかしくないカードですね。確かにそうですね、かなり内容の濃いものを見せてくれましたが、今日